はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第297回でございます。今回のテーマは求めたのは音のない世界ということで、開始10秒ぐらいはいい声でお送りしております。いい声なんでしょうか、わかりません。というかですね、相変わらず喉の調子が悪くて、ね、声を張ると、まあ、授業動画見てる方はね、ちょっとわかると思うんですけど、よく咳込んでしまうので、ちょっとこの声のトーンで行かせていただけると、割と、こう、咳込まずに行ける自信があるので、今回はこれでよろしいでしょうか。よろしいよ。ありがとうございます。ということで、じゃあね、この声で行かせていただきます。でですね、今回は、まあ、求めたのは音のない世界ということで、テーマ話していきますが、まず冒頭にですね、11月、今日10日ですかね、前半結構イベントラッシュで、告知動画出したものもあるんですけど、例えば前半東京モーターショー、あと海老名の、YouTuber アカデミーと、イノベーションサミット。で、昨日ですね、昨日だね、大宮のソニックシティの方でですね、ちょっとイベントに出させていただきまして、それぞれ本当ね、いろんな方に会いに来ていただきありがとうございました。結構遠くから来てくださった方もいたので、普通に嬉しかったです。本当にね、やっぱね、リアルで会えるのは嬉しいですね。なんか、もう事務所とか所属してないからってわけではないと思うんですけど、別に自分リアルイベントはあまりやらないので、そう、みんなに会えるとね、本当に元気が出ます。ありがとうございます。はい、ということで。そのお礼も言いつつなんですが、今回はですね、まず皆さんに一個質問というか聞いてみたいことがあるんですけど、皆さん、普段高校生で電車通学されてる方とか、まあ、自転車の時はあんまおすすめしないですけど、音楽を聴きながら移動する方っていると思うんですね。それも通学じゃなくても、普段遊びに行く時に電車乗る時とか、何か用があってね、外出る時とかもあると思うんですけど、音楽聴きます？皆さん外出るとき聞く方多いと思うんですよ。結構街中でもね、イヤホンをしてる方いっぱいいるし、まあ、自分もね、イヤホンあるんで聞くときもあるんですけど、で、自分は実は学生時代はですね、ほとんど、音楽を聴いてないと外に出れないっていうタイプだったんですよ。そうなんです。それは好きな音楽を聴いていたいからと、きっと音楽をね、聴いてる方の多くの方がそういう理由ですよね。好きなそのアーティストのね、歌手の歌を聴いていたいからって方が多いと思います。もちろん自分もそういった理由もあったんですが、それよりも、音のない世界、まあ音っていうか音楽のね、音はあるんですけど、人の会話の会話がかない世界にいたかったんですね。怖かったんです、とにかく。中学の時にいじめを、まあ、受けてまして、自分廊下に出れなかったんですよ。移動教室とか、掃除の時、まあ、あと登下校の時ぐらいはね、もちろん出なきゃいけないんで出ますけど、必要結局むせてんじゃんっていうね、必要最低限の移動以外は廊下出ることができなくて、それは人が話してる声が全部自分の悪口、陰口を言ってるように聞こえるんです。これ経験ある方もいるんじゃないかなと思うんですね。はい、自分はそのタイプで、まあ、いじめを受けてたっていうのはもちろんあると思います。実際に陰口を言われてたので、その延長でね、みんながそう言ってんだろうなと、自分のことを話してないんだよ、きっと話してないんだけど、そう見えちゃう。で、これがですね、日常生活の中でも非常に大きくて、電車の中とか乗ってても、別にたまたま自分の方をチラッと見ただけなのに、あ、なんかキモいとか言われてんだろうなみたいなねって感じちゃうので、もうシャットダウンしたかったの、人の声を。で、それで、まあ本当は良くないよね、良くないんだけど、結構大きな音をかけて目をつぶって電車に乗るみたいな。そう、一番辛い時はね、そう、その日の状況によって別に多少ちょっと人のが視界に入っても大丈夫って日もあるからさ、いつもではないんだけど、まあそんなことがあったわけ。でもね、最近、ありがたいことにね、まあ昨日の大宮もそうだし、東京で仕事行く時とかも、まあ電車乗るじゃないですか。で、自分、電車最近乗るとき、あと外出るときもそうなんですけど、音楽聞かないんですよ。そう、意図的にね、聞かないようにしていて、本当はまあ聞きたいんですよ。最近嵐がね、YouTube チャンネル作って、で、自分プレミアム入ってるんで、
オフラインで聴けるからさ、もうだガンガン聴きたいんですけど新曲とか。でも移動の時はあまり聴かないようにしていて、でそれは人の会話をね、まあ、会話を聞いてたいっていうか、まあ自然の音、普通に街中歩いてる時に車の音とか人を、なんだろう、雑踏の音というか、わかんないけど、まあ、日常生活の中の音だよね、がすごく聞いてたいなって思うようになっていて、そうで、だから移動の時になんかその音楽を聞いてた、音楽って家でも聞けるじゃん。でも街中の音っていうのはその街中に行かないと聞くことができないから、そういう風に変わったんだよね。でそれをねふと思った時にすごいことだなって思うの。これねうまく伝わらないかもしれないんだけど、すごいことなの。あの時の自分からは、ちょっとごめんごめんね、あの時の自分からはやっぱ考えられないことだから、ああ人って変わるんだなって思って。で最近さ、やっぱりこの時期寒くなってくると人って病みやすいっていうか気持ちが落ちやすいのね。でまあこれは本で読んだ話なんだけど、そういうなってるんだって、人間って。だからこう気持ち的にやっぱめいってしまう方が多くて、割と今自分とこにもねツイッターのリプとかメールとかでかなりちょっと重ためのね相談いろいろ来てるんですけど、その方の中にも自分が今話したような悩みを持ってる方実はいらっしゃって、そう。でも今回なんでこのね話をラジオで話したかっていうと、人って変わるんだよっていうのは実体験としてやっぱり伝えていきたいのね。ただ心苦しいというか難しいのは、みんなは俺の若い時、学生の時の暗さを知らないんじゃんか。おそらく今の画面に映ってる配置しか知らないから、逆に言うと本当にいじめられてたのみたいなね。そうそう、全然めちゃめちゃなんかキラキラしてんじゃんみたいな風に見えちゃうかもしれないんだけど、だからそこをさ見せられないからさ、対比できないというか、なかなかねこう説得力がなくなるとか信憑性がない感じに見えるかもしれないんだけど、まあ、でもそれでもそう思う方がねいたらそれはしょうがないけど、やっぱり実体験として変わるよって、みんなが今もし暗闇の中にいてしんどい生活を送っていても、それが一生続くわけじゃないんだよっていうのはねやっぱ話したくて。そうで、本当この最近なんか音聞きたがってんなっていうのを、先々週ぐらいかな、先月の、まあ、中頃か終わりぐらいに感じてね、ちょっといつかダラダラジオで話そうと思って今週これ話させてもらったんですけど、これからさ受験生じゃなくても、まあ、受験生が特に主になるけど、やっぱり辛くなってくるんだよ。で辛いと受験ってさ今すぐ終わらないじゃん。終わらないし、だからどうしてもまだまだ期間がちょっとね何ヶ月っていう苦しい時期が続くし、であとは、まあ、いじめとか人間関係で苦しんでる方っていうのは終わりが見えないでしょ。親のことで悩んでたとしてもね、学生の時って中高生の時ってさ家離れらんないから、なんかずっと親がいる感じがすると思うんだよね。でもそれも一生続かないから、いつかは親元離れるよ。てかもう本当になんか親がさ結構バイオレンスな親の方とか親御さんもやっぱいらっしゃって聞いてると、さっさと出て行ったらいい、家出よ、ね、それができるようになるから、ね、今は辛いかもしれないけどね。だから今すぐの解決策は本当に俺はいつも提示できないし、何もね特効薬っていうものは与えることはできないんだけど、ただ、みんなの未来が全部が真っ黒に塗りつぶされてるわけじゃないんだよっていうのは、なんかちょっと長く生きてる人間として伝えていけたらなと思って今回この話をしました。はい、ということでちょっと待って最後にねむせちった、最後じゃねえか、まあ、年もむせたけど結局このトーンで話してもねちょっとむせてしまったんですがごめんね、聞き苦しいとこあったと思うんですが、ここまでねご視聴いただきありがとうございました。来週はね、ちょっと元声のトーン張ってね、ハイテンションで、どうもみたいなね、感じでいけると思いますので、フラグ立てたから、しっかり回収しなきゃね。はい。ということで、またもしよかったらね、来週また聞いてみてください。最後に、なんかインフルエンザね、だいぶ流行ってるらしいんで、まあ、インフルだけじゃないんだけど、みんなほんと体調気をつけてね、体調管理が一番いい。体調、体が第一だから。いいかな。
睡眠は睡眠時間は削らない、ね、手洗いうがいはするっていうね、そちらの大事な少しシンプルなとこなんだけど、そこから体調管理気をつけてね、11月も頑張っていきましょう。まあもう中頃ぐらいになるけどね。はい、ということでまた来週よかったら聞いてみてください。では今週のダラダラジオはこれで終わります。以上です。ありがとうございました。